本物はいない。どうだじいちゃん仙人、何か分かった？インネガンを持っていた長門とわししか知らぬと感じるのは確かです。いや、じゃあ何か思うところはあるん？死んでも生き返るようなやつじゃ。ちゃんと謎を解かにゃいけん。その二つはまだ時間がかかるみたい。ともかく検視は細胞や組織、早くても一週間はかかるだろうな。ですか、五代目。剣士は静音が担当。直接行って急かしてくるってことだ。仙人の敵は俺が撃つ。じっとなんて、お前が何の関係もないじゃろ。そりゃどうなら何か時代屋ちゃんが。それはでも無駄死にするだけじゃ。ちょうどよかった。わしもちょうどナルトちゃんじゃ。ナルトちゃんわしのことで。どうだ、ナルトに戦術。それはこの里で使えるのはジライア様だけだった。里の誰も奴に勝てないことを意味している。弟子であるジライアちゃんの勝った。俺がジライアついてこい。両目が勝てるんだろうな。それもわからん。なれで。もちろんです。ナルト厳しいぞ。やるかい。された弟子、余計に残っか。じゃあ行くじゃん。俺、暗号を頼んだぜ。連絡ガエルを残しておく。何かあったらスイッチ。頑張ってね。よし。ところで、妙木山って。歩いたら一ヶ月はかかる。行くだけでその。お前はすでにガマとの契約済みじゃ。アクサル剣の心配いらないって。消えた。そちらも頼んだ剣の。よし了解っす。ジライアが本を書くと出たこと、さとするとその予言とやらは、まさしくあの子は予言の子。じいちゃん仙人、ここは？ナルト！ナルト！なるほど。おい。水！使ったけんね。ほらほら遠慮。いただきます。腹が減ればエリゴの人間じゃなくなってる気がする。まずわしが教えるのは忍術。説明って？戦術は外が入れる気を取り込んで利用する。どう思うが、忍術とは己の内とは己の内に入れり込んだチャラタに強いチャクラを作って利用する。パワーアップする。内からエネルギーを塗り込んだチャクラから発動。要するんじゃな、ソフトクリームのチョコ。邪魔くし。あ、そういうことね。その自然エネルギーってのは要するに何だってばよ。大気と大地。あ、さらに空気と地面じゃ。あ、おお、さすが深作さん。すっげえ。自然のエネルギーを取り込んだ戦術の力。ナルト仙人が引用しただけにしか。そりゃ理由は書き取れん。じゃあどうやって体になるのじゃ。死ねっちゅうことじゃ。